続きましては常滑市の方のお便りです。日本行動がお送りしましょう。はがきでこんにちは。こんにちは、近井慎介です。冬に構えると書いて冬構えという俳句の季語がありますけどもね、これ寒風とか吹雪をしのぐ風よけなんかね、冬を迎える準備を言うんでしょう。まあ、私たちそろそろは気持ちの冬構え、冬寒い季節をね前向きに楽しむ暮らしの工夫をしてみてはいかがでしょう。暮らしを輝かせる一日の始まりのお線香に星雲アモーレ、星雲アモーレはいかがですか。愛です、アモーレです。あったかく安らぎのあるフローラルウッディの香りが愛を伝えるお線香です。星雲アモーレで愛がいっぱいの輝いた毎日をぜひどうぞ一つ。さあ行きましょう。愛知県は常滑市にお住まいのゴンベさんですね。27歳の若い方だ。近井さんこんにちは。さて11月ともなると季節は晩秋ということになりますが、実は私はこの季節が大好きなんです。もちろん食欲の秋とも読書の秋とも言いますが、秋は風の秋だと思います。なるほど。なぜなら秋の風は私にとって優しいような楽しいような気分にさせてくれるんです。それから枯葉を踏みしめる感じや学園祭といった行事もあって、だから私は秋が好きなんですが、今は地球温暖化のせいもあって晩秋の訪れが遅いのでしょうか。さようならって若い人ですね。これきちっとねハガキに書いてくれて、これあそう、いやおっしゃる意味わかるね。秋の風ってね、私もね、分かるのは、ほら、木枯らし吹いてピュー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 ってなると、こうやってもう寒くて辛いけども、ちょうど秋の風が吹き始める頃、落ち葉がこう、ふわーっと落ちるでしょ。一風吹くたびに、わら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 、それで、カラ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 って道路かなんかね、木枯らしみたいな強い風じゃなくてこう転がっていくとかって、秋の風はやっぱりね史上豊かですよと私はね。そもう一つやっぱ風っていいなと思うのは、新緑の頃のねもう緑がいっぱいになったちょっとした森だとかそれから林なんかがねもう光り輝きながらこう風でもって揺られて、うわうーこうバーって揺れてる山が、海だべガドと思たればやっぱり光る海だたちは言って詩がありましたけどもね、なんかこう風で揺れてる森が揺れてる林が揺れてる緑のこう海が波打ってるみたいな感じ、あれも好きなんですよ。風ってのは自然を演出してくれますね。あなたは詩人だな本当に、どうもありがとうございました。まあ皆さん方もどうぞ一つ、いろいろポエチカルなお便りも結構ですがお寄せください。宛先は郵便番号 107-8691 東京都港区赤坂郵便局支社箱4号はがきでこんにちはです。お待ちしてます。はい、ゆっくり目を閉じて、そう、今度は深く息を吸って。何これ、いい香り。あ、ラベンダー、これはオレンジ、こっちはマンゴー。いや、すっかり元気になられましたね。ええ、アロマサプリのおかげかな。今日も元気に香りでサプリ、カジュアルでナチュラルなお香、香りいろいろアロマサプリ新発売。香りときめき日本行動。今日ご紹介した方にはお礼と言っちゃなんですが、五感で感ずる生き方、素敵な時間と空間を演出するエステ版をお送りしましょう。日本行動がお送りしたはがきでこんにちはでした。